映画見終わってシートだったならベンチボーマーにもグッバイ。感謝されたわけじゃないか、肩で肩で来て歩き出す。どうもこんにちは、本日ですねこのライブの前説を務めさせていただきます。最近アウターが被っているボーカル2人なんですけれども、私ボーカル兼司会の J ペイとエンターテイナーの勝林です。どうぞよろしく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。決してセカオアの方ではありません。違います、気をつけてください。さあ本日のライブですね、お集まりいただきまして、ちょっとね初めての方もいると思うんですけど、いきなりねいきなりね前説から始まってちょっとびっくりされてる方もいらっしゃると思うんですけども、勘のいい方は覚えていらっしゃるかもしれません。私ボーカル兼司会と申し上げましたよね、申し上げましたよね。まあ今年ですね、ずっとこれは今年言い続けてるんですけど、とある権威のある報道機関にですね、私司会兼ボーカルというふうに認めていただいたんですけど、もともとねその前からずっと芸能活動、テレビ出演の活動とは結構ちらほらやってはいたんですけども、今年はやってた知らないの？知らねえ。俺の代表作見たことない、テレビ。ないどういうこと？じゃあみんなも見ます、俺のテレビ出演代表作。しょうがないな。じゃあこちらです、僕昔ね出たやつですよ。小学校ができるという異例の事態に街では不安の声も。変な人入ってくるっていう事件もありますからね。働いてる人風に紛れ込んだりしたら怖いですよね。若くない？5、6、7年前ぐらいですかね、これが僕の代表作。街でね変な人入ってくるのはありますからね、怖いですよねっていうセリフをいただきましてテレビ出演したんですけれども、そんなところからね地道に芸能活動を続けまして今年。何？芸能活動じゃないでしょ。芸能活動ですよ。街角のインタビューじゃん。テレビ出演ですよ。あ、そういうことですか。絶対オンエアされるコメント考えたんですから僕そしてそんな地道なね活動を経て今年ですね、ついにドドン、はい見てください、ウルトラスシファイの JP がボーカル兼司会って書いてあるでしょ。ということで晴れて私ボーカル兼司会になりました。よろしくお願いいたします。よろしく。コメントが24っていうのがリアルだ。やめなさい、リアルな数字が出てる。絶対そこを開いてはいけないんだ。そしてですね、本日ね、なんといっても、はい、イブじゃないですか。イブだ。はい、ありがとう。そんなね、そう、ありがとうありがとう、来てくれてありがとうね。そんなイブにですね来てる人、はい、結構レベル高いなと思っているんですけども、ちょっと3段階レベルあると思うんですよ。まずねシンプルに、結構近い境遇だなと思うんですけど、恋人がいないみたいな、予定特になかったみたいな。あ、手挙げる勇気も拍手だよ、ありがとう。上げていこう。じゃあレベル2ね、レベル2、恋人と、もしくは婚姻関係にある人と一緒に来ました。ほら、それもレベル高い、拍手。すげえ。ちなみに俺ね最強の人してんです。その上にまだいるんですよ、さらに上。恋人と置いてきた。恋人置いてきた。置いてくんの最高でしょ、ありがとうありがとう。そしてですね、他にもちょっといろんなね方がいると思うんです、いろんな境遇の方がいると思うんですけど、イブだというのにネズミ講の被害に遭っている人、廃墟手。あ、そんないない、ちょっと上げづらい。あ、拍手。ネズミ講の被害、被害に遭っている人、言い方気をつけない。じゃあもっと言いづらいかもしれませんが、どうした、ネズミ講の加害をしている人。あ、加害をしている人、はい拍手。イブだというのに立派な精神です、ありがとうございます。さあそんな皆さんでですね本日は楽しんでいきたいと思うんですけれども、なんといってもですね今回のツアーでちょっとね今までより嬉しいことがありまして、はい、皆さんちょっと適切な範囲でという感じにはなりますが声出しをしていただけます。あれだよね、常軌を逸しない声を出さないってことだな。常軌を逸した声を出さない。あ、そうそう、常軌を逸しない声を出さない。常軌を逸した声しか出しちゃダメだから。間違えた、日本語難しいね。いろんなね規定があるんですけど、一説にはなんか会場によっては周囲の方を驚かすような発声は控えみたいな、ちょっとですね難しい規定はあるんですけども、適切なというかもう各々ね、モラルある声出しの感じで一緒に楽しんでいければと思います。よろしく、よろしくお願いします。それ練習する？そうだからこっちも煽りすぎちゃダメよ。オーケー。お前らいけんのかーみたいなのダメよ。じゃあいい感じに頼むよ、程よくね。なるほど、言い方を考えねばならない、なるほど。
皆様ほどほどでいけんのか。こんな人数いてこの競りは盛り上がってないよ全然盛り上がってないよ。もう一回言ってみよう、もう一回言ってみよう。皆さんクリスマスイブ楽しんでますか。あ、適切かもね。こんぐらいが適切。適切か、大丈夫、はい、ここ。そしてですね、まあ、そんなね出し切れない声量を補うかのように皆さん手も使っていきましょう。もうバッチリだけどね、このツアー通してやっております。じゃあ松林くんがね、ちょっと今から非常に大舞台に向いていない芸、手のダンスという学生時代から披露している芸があるんですけど、僕それ好きなんで地味ですけど、このツアーで磨いた成果を見せてください。それでは松林くんで手のダンスです。地味ですね、非常に地味ですけど、皆さん大きな拍手を。ありがとうございます。それではですね、そんな皆さんで本日楽しんでまいりましょう、はい、それではいきます。創業5周年記念史上最大の回る国支援 in 渋谷 WWWX スタート。WWWX クリスマスイブだけど皆さん声出せるらしいから一緒に歌ってみませんか。すべてはエンターテイメント。前までは手拍子でやってたけどね、今なら歌えます。せーの、素敵。はあ、なんかみんなメロディーがいいですね。やっぱ発声練習がいい。もう一回いこう。そう、この5年間ずっとそう思って歌ってきました。せーの、ありがとう。それでは聴いてくれ、すべてはエンターテインメント。すべてはエンターテインメント。歌舞伎も相撲も美術館もすべてはエンターテインメント。心と体が動けば集まりそう、そういうことじゃない。 Yeah. 改めましてウルトラスシファイアです。皆様どうぞよろしく、よろしく。トゥーレツ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 ーレSpotsmo! 渋谷の皆さんもすべてはエンターテイメント。
れそういうことじゃない。楽しい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 。お疲れ様です。周りと同じスーツで会社行って、お疲れ様です。それでも全ては生きてゆくため、Yo. 働いてるエブリデイ。 Yo, yeah. とやりたいことが見つかったって、見た目は大人、心は残るのまんま、いやだんま、俺もやり残したことがあんだ。 Come on. Living that, don't you wanna be happy、心と体が動けばエンターテイメント、みんなの心の天下せいで、今日もゲットレディー。全てはエンターテイメント。仕事も人生も何もかもが全てはエンターテイメント。自然と笑顔になってる。つまりそういうことじゃない。楽しい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 シャープ。嘘つけ嘘、イメールはちゃんと開いてる。ブレながら見つめる未来、ブレブレやん。 Don't let me fast on the shit to sharp なんてわかんないけど、知っとけや。お客さんの笑顔とにが大好きとつ JP、 大人なら How am I count 7、 hey, お前の食上寿司、もろそうな How am I count 7、 いつだってゴツゴツ主義、カモン勝利。 Where のステップ踏んで、うのまくせの発言、ねえ原作エンザ、俺のことさ、今日も始まる少林タイム。少林タイムやっちゃおう。とは申し上げましたが、なぜ本日は私がこの場をお借りしたいと思っております。なぜ私のターンです。黙っててください。黙私の相棒少林くん、ん、彼はですね
迷うに言葉と書いて名言を生み出しがちな、ちょっとだけね、抜けているところがございまして、本日はですね、そう本当素敵、それがね彼のいいとこなんですけど、あ、そうなんだ。今日はね、そんな翔林くんの名言集をお届けしたいと思っております。おいおいパワポ用意しとるよ、パワポ。皆さん、ワールドカップ見ましたね、日本代表に大きな拍手を皆さんね。もうちょっと記憶では遠くなっているかもしれませんが、初戦ドイツ戦、日本が劇的な勝利を収め、我々ウルトラスファイアもね、翌日集まって、昨日すごかったよねなんて話をしていました。そこでね、みんなどこで見てたのなんて話をしたんですよ。それでね、勝利に聞いたら、彼はね、スポーツバーで見てたらしいんですね。で、スポーツバーといえばプロジェクターがあるじゃないですか。だからプロジェクターのある店で見ていたと、そう言いたかったんだと思います。しかし彼はこう言いました。プロジェクションマッピングのある店で見てたの。ディズニーランドかな。シンデレラ城に映されたの見てたのかな。そして次ですね、まあ、日本に住んでいたら地震ってたくさん経験すると思うんです。でね、まあ、大きい地震もあって、彼はですね、幼少の頃関西で阪神淡路大震災を経験しておりまして、たまたま僕たちみんなでいる時にね、地震をこう体験しまして、体感しましてですね、彼はね、大したことないよと、多分そう言いたかったなと思います。なぜなら自分は阪神淡路を経験しているから。しかし彼はこう言ってしまいました。俺関東大震災経験してるからね。えと思って、一応僕も歴史のこと気になって調べてみたらです、ね、こちら1923年のあれ、まあ、そろそろもう100歳は優位に超えている翔林くんでございます。さあ次も行ってみましょう。まあ皆さんね、生きてたら遣隋使の話とかすることってあると思うんですね。で、僕たちもね、多分に漏れず小野の妹子の話をしてたんです、うん、で、そんな時にね、翔林くんにちょっとたまたまね、ちょっと任させて聞いてみたんです。で、翔林、小野の妹子って誰か知ってる？彼はこう答えました。あれだろ、ジョン・レノンの嫁でしょ。ん、小野陽子かな。あのビートルズのリハには小野の妹子行ってないんじゃないかな。行ってない。そしてですね、これツアーを巡っていく中で生まれた最新作なんですけども、一個披露させてください。長くてごめんね。名古屋から福岡までこう僕たちツアーを回ったんですよ。行ったんですけど、2 days だったんです。だからバンドメンバーは車で行って、僕と翔林くんボーカルだからごめんって言って、2人は飛行機で移動しました。そして名古屋空港から福岡空港に着いたんです。で、僕がね、その福岡空港からライブハウスまで移動しようと思って Google マップで距離を調べたんです。はい、こんな感じ。あ、結構あるなと。電車で20分ってことは徒歩でまあ50分から、まあ、1時間ぐらいはあるかなと思ったんですね。で、ショーリンくんも何やらね、空港でね、見てるんですよ。隣見たら Google マップ見てるんですね。で、ショーリンが、え、近いじゃん、歩いて行こうよって言い出したんですよ。えと思って、いや、これ歩いたら1時間ぐらいかかると思うよって言って、いや、絶対そんなかかんないよ、ほら、え、こんな近い見てよって言って、この縮尺で見せてきた。そりゃどこだって近く見えるだろう。最後は名言ではなく名勘違いにはなってしまいましたが、以上、翔林くん名言集でした。これからもよろしく。その調子でね。トンガの方へ向かうセブン、お前の食事を通し、おもろそうな方へ向かうセブン、いつだってゴツゴツ主義、誰にも負けない力とパワーで始まってる正体、燃やせ炎と根性、伝説の寿司周年ツアーファイナルってことで、今までで一番かっこいいソロ見せてくださいね。オン・プレミス・スーパースター、イエーイ、オー、カモン、オン・グルーピー・ベース・ナオヤ、ウォッ、イエー、ナオヤ、オン・キーボード・ダメちゃん、カンペちゃん、いや、ギターが見えとらんぞお前、そうしか見えてねえ。そして最後の一人だけ楽器が多すぎるメンバー紹介しよう。オン・サックス・マッチ君、
オンボンゴマジック。オンカバサマチック。ナイスリズムキープだ。そしてボイスパーカッションマチック。ここ一番渋谷 WWX が盛り上がることでしょう。それでは聞いてくれ、 It's show time, come on。 シャシャレシャシャシャレ Everything is show time。 買ったばかりの服を着て鏡に映る知らないキャラクター、朝日がスポットライト、一人きりのランウェイ、完成にいたいやつだけど思ったより単純で思ったよりちょうどいいもんだった。私のモチベーション上げてくれるのは幸せな勘違いかもしれない。Today コーディネートはこれだ、ワン・ツー・スリー、イギリスのクラシカルジェロン、常に紳士でいかなる時もルディパーツ貫きます、貫きます、歩く姿バリゴレ、道行く人波ゴレ、たららしくありたいのです。きっと Everything is showtime、 バンザンミュージックをちょうだい、鳴り響いてるファッションバー、バッチを止められない、 Welcome to my small world、 ワクワクをちょうだい、昼ご飯が美味しかった。移りゆく日々の小さな入れ幕、気づいたら頬が笑みてる、思ったより単純で思ったよりちょうどいいもんだった。私のモチベーション上げてくれるのは結局自分次第なんだ。誰だって
その身俺だってってまた希望を見もうジーザス人だけに合わないならばジーザス積み重ねた方がいいだいだい生きてるだけでも満足だいだい見方も変わればそうもないだい You will never find the rainbow If you're looking down It's all time大切なものはいつでも見えないけど近くにあるささやかな幸せをなくさないように忘れないように伝えたいことは一つだけ人生は長く気分で歌いましょう踊りましょう風を凍るその後 Songs are everything in showtime Hashtag 最高でどうだい鳴り響いてファッションファッションを呼ぶありがとうございます。改めましてウルトラスシュパイアです。よろしくお願いします。